ただいまから北海道スプリントカップダンシングプリンス号を見事勝利に導きました落合健太氏にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございました。今の気分、率直な感想をお聞かせください。そうですね、馬が強いのは分かってたんですけど、やっぱりプレッシャーも感じてたんでほっとしてます。まあ、一度この馬には騎乗経験はあったわけなんですけれども、今日久々に乗った最初の感触とかはどうだったですか？そうですね、船橋の時に感じた、フットワークの良さ、今日も、感じました。そしてスタートすごかった、良かったですね今日ね。上手に出てくれました。道中乗ってる感じ、スピード感などなども乗っていて、やっぱりこれなら今日はいけるかなっていう感情はどっかで持たれましたか？そうですね、スッと行ってくれたんですけど、ちょっと結構ハイペースで行ってしまったと思うんで、最後まで頑張ってくれと思いながら乗ってました。うちから広重ゴールドも来ていました、龍井の雪菜、それからオーストからもね、スマート何なら追い込んできていましたけれども、どこで勝てるという感じがお持ちになりましたでしょうか？もう最後まで、がむしゃらに乗ってたんで、ゴール板切ってから、勝ったのを確信しました。ゴールした瞬間ガッツポーズも出てましたね、いかがでしたか気分は？最高の気分でした。さあこれで、JRA にも落合健太氏の名前が知られているかと行くかと思います。最後にですね、今日はたくさんの方お集まりですので、ぜひメッセージをお願いしたいと思います。今日は、お集まりいただき本当にありがとうございます。これからも、ダンシングプリンス、中央競馬で、たくさんいいレース、してくれると思うんで、また応援してあげてください。よろしくお願いします。落合健太記者でした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。